セント・フォンテーヌ。いや、ここはどこだ？おそらく構築物の一つだと思います。他の種類のものとは明らかに違います。行動がより人間らしいなります。不明物体出現。みんな気をつけてくれ。あれは。こそ招かれざる客たちよ。おや、人数が増えたようだ。この声、ええ、確かにオットー・アポカリプスの声です。え、オットー？それは店名の前の大主教の名前とちゃうの？でもオットー主教は数年前に。オットー・アポカリプス、懐かしい名前だね。誰もが彼の名前を口にして、誰もが彼のことを忘れられない。だけど、あなたは彼じゃない。彼だなんてありえないわ。誰であろうと、あなたへの質問はたくさんあります。ああ、もちろんだ。君たちの聞きたいことなら分かってるよ。僕は誰だ？天上の人とは何者なんだい？奴らはこのセントフォンテーヌで何をするつもりなのだろうか。そして、僕は何をするつもりなのか。うん。それほど多いってわけでもないね。あら、時間が省けるわね。では質問に答えてもらえないかしら。だが今さらその答えを知ったところで、未来に何の影響も与えられないだろう？それは私たちが判断します。はあ。何も知らない君たちがどう判断するというんだい。星の扉はもうすぐ開く。天上の人の降臨は止められないよ。ここで君たちを迎え入れたのは、あくまで主としてもてなそうと思っただけだ。座るといい。ゆっくり話をしながら、共に世界の変革を迎えようではないか。そういう答えは求めてません。同感ね。さすがは旧世代の英雄たちだ。もし僕が恐怖という感覚を体験できるなら、君たちの勢いに驚いて震えていたかもしれないな。それなら、別の答えを君たちに与えよう。そう。大多数の質問を解決できる答えをね。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天上の人に勝てない。ここで倒れるがいい。口数が多すぎる僕が嫌になったのかい？それとも君にいろいろ教えた結果、猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか。はたまた僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい？いや、それはないな。何しろ梅雨のような僕と比べて、君の存在は底が見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな。僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。でもこれでやっとセントフォンテーヌの皆さんは家に帰れますね。あ、その前に敵はもういないことを確かめないと。まあまあ、そういう後片付けは他の小隊に任せなよ。一番肝心な部分は僕たちが何とかしたし、数日は休みをもらえるんだよね。あんた、油断はできひんて。ブローニャ隊長が言うたやろ。まあ、少し休むくらい平気やと思うけど。先輩、ティミド、打ち上げパーティーの準備や。ティミド？アテン魔女、がまだそこにあります。空に放たれた光は消えてません。空を覆うほどの空洞。いえ、空洞ではありません。あれは正門、星の扉です。黒板将が言っていたのはこれのことなのね。ルケニを倒したのに。おそらく私たちは一歩遅かったのかもしれません。扉はすでに開かれたのでしょう。じゃあ扉の向こうはどこに繋がってるんですか？肝心なのは繋がってる場所ではなく、あれを通してここに来ようとする相手よ。直ちにテレサ司教に連絡をしないと。相手がやってきます。